大道寺先生でしたらあなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。常を、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですがおかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしてもあなたは大道寺に何と泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかしあなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが大道寺が聞く耳を持つことがありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですかね。尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前まだ子供だった私のところへ松永という陽明連合会の幹部がやってきて全てを明かしてくれたんです。その頃秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密の全てを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐならいっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになればその汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋会の労を駒にし菅井を手なずけて東上会は
今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が東条会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後見人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を交わせていれば、陽明連合はもっと表立って神室町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺稔からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルスタケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクルスタケルを名乗るがいい。承知しました。はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。
伊達さん、ちょっと起きて。はるかが、はるかが、医者呼んでくれ、早く。南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか？おう、いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神外町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成、しかるべき調査の後会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。雄太からの電話だった。遥かの意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか。ほうか、そりゃよかったですの。はるかちゃんが。キリュウさん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。南雲、わしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんがおやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、かしら。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは、広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらを、おやっさんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、松永の兄貴。おいじゃ、やっぱりわしら
おやっさんのために泣いてええんじゃな。桐生だ。今近くに来てるんですが、会えますかね、四代目。お前染谷か。ええ、お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。あれが尾道の秘密ってやつですか。は恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ、四代目。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道は大揺れですね。もうお聞きかどうか、ゆうべクルス・タケルも死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、ゆうべクルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに素骸を消して登場界のてっぺん取る腹でした。しかし素骸のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね、俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたも、それに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場会を丸ごと身売りする気でいます。
広島の参加になったら東条会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってジジイは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。無事か。なんじゃ兄貴、曽我血相変えて。ママたちは？いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東条会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレドにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ。まだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたは思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえさ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組って？お前らがどう思ってようが俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。
死ぬ。外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？登場会が遥たちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？雄太です。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういや、ハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。またハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それに遥ちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。分かりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。ハルカちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。
るほどの。これがカムロ町ですか。はあ。タバコはいけんど、高頭。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀ようしとけ。のう、兄貴。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院へ行く。なんじゃ、桐生の兄貴。わしら東京まで来て留守番ですかい。余計なことを言うな、高頭。桐生の兄貴はな、これから何年ぶりかで遥ちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな。南雲、恩に着る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。少し出てますから。いや、いいんだ。お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりゃしねえ。おじさん、ごめんなさい。秋山。おかえりなさい、桐生さん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に遥ちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どこかいい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と東条会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を点々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの？いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。必ず何とかする。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるようにな。え、あ、いや、でもそれは
はるかちゃんがもし望むならの話で。ゆうたくん。え？なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、キリュウさん。俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと、兄貴。一本、電話をかけてくる。電話って、どちらに？ソミアだ。キリュウだ。ソメア、今話せるか？ええ。四代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。岩見恒夫と菅井の居所を教える。あいにく岩見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。待ってください。どういうことです？菅井と会う気ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。岩見恒夫は四代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら、四代目、あんたまさか菅井と岩見恒夫を殺す気なんじゃ？驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしても、あんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎやしない。逃げられるのはうちです。そうか、分かった。兄貴。ユータ、お前らの助けがいる。え？ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。え、あ、分かりました。お前はハルカたちを頼めるか？それはないでしょう、キリュウさん。ん？神室町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか？はるかちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからの神室町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスを神室町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ。桐生さん、まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ、
ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは？俺ももちろん帰ってくる。はるか、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、うん、それではるとって読むの。そうか、ゆうたのゆうか。あのゆうたくんはいい人だよ。ああ、わかってる。わかってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん。ん？無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、ハルカ。ユータに聞きました。登場会の菅井に殴り込みちゃあ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩、東京もんに味合わせちゃりますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう、兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。夢とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用？
菅井と話がしたい。だがお前らの案内は無用だ。そこをどけ！キリュウ、ここはわしらで食い止めますけ。キリュウの兄貴たちは先へ。踊れらかかってこっかい。Ah!
庫も片付きましたね。先を急ぎましょう。死ねえ！ユタ！ユタよ！まずは一人。次はどっちだ？動くな、ユタ。じっとしてろ。すぐに片付ける。少し我慢しろ。大丈夫なわけないだろう。じっとしてろ。こんな大事な時に寝てられるわけないでしょ。秋山、ユータのことを頼めるか。キリュウの兄貴。動くなって。畜生。ユータ。死なれちゃう。ハルカとハルトに合わせる顔がね。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。
おお。あなたがお探しのものですよ、四代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりの者に対応させます。代わりの者？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。よく見えるな、キリュウ。どういうことだ、ソメア。見ての通りですよ、四代目。てめえの相手はそこのソメアだ。
聞いたぜ。あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ。安心してソミヤに殺されな。何があった、ソメヤ。何があったって、行かれちまったんですよ俺は。相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば
彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。兄貴。時間切れだ。待て。それや。あなた。なんじゃこりゃ。君、あの子には、ヒロミには、俺一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。なんならこりゃ。キリュウさん、ナグモさん、ヒロミを、俺とあいつの娘を頼んます。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、ナグモ。わかった。必ずわしが守りきる。安心せ。